美容整形版令和の虎、令和の裏、美容整形版令和の裏、土屋優香さんの回でございます。よろしくお願いします。お願いします。どうでした？緊張しました？とても緊張しました先生はね、なかなかこの虎に出てあんまり発言されないんで見せ場だなと思ってたんですけど、僕はね、いや僕もまさかいきなり断られると思わなかったですよね。入ってきた時にめちゃくちゃ伸びしろあるなと思って、うん、来たなと思いましたね。いやもう今日はもらったって思ったんですよそしたらちょっと目だけはって言われて嘘って思って、ここにウェディングフォトを可愛く撮りたいっていうオファーだったじゃないですか。はい、目だろうと思ったんですけどね。いやだから僕麻生先生にはめられたと思って爪痕残してよって言いながら、はい、出番なしみたいなね、はい、目以外でお願いしますって言ったんでこれ完全に麻生先生仕組んでるやんといや志願者のことわからないから僕はね。でもね、あの緊張されたでしょうね、はい、どうですか、裏話じゃないですけど実際と。そうですね、もう昨日の夜からもう緊張しすぎてもうお腹を下してどうしようどうしようって思いながら来たんですけど、うん、実際来てみて、あの最初は入ってきた時はもう皆さんちょっと怖かったんですけど、怖いよな、あのガチャって入ってさ、開けた瞬間が。でも皆さん優しく質問してくださって優しい方々だなって思いました。よかった、はい、旦那さんはどう言われると思いますか？よかったんじゃないって言ってくれると思います。旦那さんがめちゃくちゃいい人だなっていうのがすごい伝わってきて、うん、本当なんか奇跡的に出会えた方で、うん、マッチングアプリ入れた瞬間に申請してきたのが今の旦那で、え、じゃあ出会って出会ってじゃなくて、じゃなくてもう一発目で出会ったのが今の旦那で、キャバクラで一人目に回った子来たのみたいな子、ね、何言ってんの、悪くないですかいやなんかね、もっといい人がいるんじゃないか、もっといい人がいるんじゃないかっていうので、結局無限のループで、うん、クソなんですよ。クソ。クソ。何がですか？いやだから、今の恋愛ってそうじゃないですか、はい、マッチングアプリとか。出会いが多すぎるんですか？そう、もっていう、だから、せっかくこうお付き合いしたとしても、まあ、もっといい人がいるんじゃないかっていうことを考えるから、結局愛とかじゃないわけですよ、もう。条件闘争みたいな全然わけわからなくなってきたけど、それをね、何が言いたいかって、それをもう一発目でパチンって一人目でっていうのがすごいなって話ですよ。でも僕決断力あるなと思って、うんうん、その旦那さん一発目パチン行くのもそうですし、うん、これ令和の虎出ようってなるのもそうですし、結構やるって決めたらすぐやるんだろうって。いやすごい、普通はよ、キャバクラで一発目に回ってくる、二発目来る、三人目来る一番目に来た子が可愛かった、やっぱり一番目の子戻してっていう話じゃないですかそういう風にしたいもんだけど、はいはいはい、あなたも誠実だからそういう風に、ね、そういう人をつかめたと思います。そうやってああじゃあこうじゃやってると沼にはまってね、うん、出会えないっていうことが我々あるかもしれないですよ。いや本当に僕らなかなか決めきれてないのそういうとこなんじゃないですか先生、ね、そうですね、ちょっと今耳が痛いなと思ったら何の話かよくわかんないんですけど、でも良かったです。あの、うん、保険が効くということは知ってたんですか？保険効くかもしれないよっていうのは歯医者の先生から言われてました、うんうん、絶対効くやろうと思うんですけどね、あなたが効かなかったら誰が効くのみたいな話だけどね。でもまあ難しいですよね、保険の財源も決まってて、まあ、命に関わらないところで待機金を保険でやるのかっていう問題もあるしね。まあそもそも保険適用とはいえ50万かかるって言われたら、うん、なかなかやっぱ手出ないんだとは思いますね。そうね、はい、でもまあ皆さん手術しますとおっしゃってくれたんで、はい、もしこれ保険が効かなかったら上化学の骨切り OGS で、でさらに歯の矯正ってなったら脂肪勤務でしょ。ああそうですね、1000万円ぐらいですよ。普通の、ね、人だったら、はい、本当に到底工面できるかどうかわからないぐらいの企画なんで、可愛いウェディングフォトを撮ってください。はい、その写真見たいですよね。その写真見たよね、はいうん、ウェディングムービーでもいいわ。海辺とかで旦那さんが水ピャーってこうかけてて
僕から逃げてみたいなやつキャ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 みたいなやつ撮ってくれたらいいかなと思うんですけどね、うん、何言ってるのか分からないですはい、美容整形版令和の裏土屋優香さんの回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄貼っておきますのでそこに飛んでいただいて、こんな素敵な企画ですよね、何から何までやっていただいて全部タダ、うん、これはちょっとやばいんで、ぜひともですね、この動画を見ていただいて、整形して人生変えてやるぞというふうに思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひとも志願者としてお申し込みいただきたいと思います。はい。はい、最後に麻生先生から視聴者の方々にメッセージをいただきたいと思います。そうですね。はい。お金がないけど整形がしたい。はい。いっぱい悩んでる人多いと思います。はい。ぜひご応募ください。あと写真がいりますね。あ、なるほど。はい。はい。応募の時には現状の写真が必要なんですね。はい。はい。ビフォーの写真をですね、はい、撮ってください。はい。まあ顔だったら顔。はい。まあ、胸だったらね、水着着て撮ってもらってもいいですし、はい。包手術もあるんですね。ありますね。はい。どんな悩みでもいいんで、はい。美容整形の悩み。はい。はい。ご応募ください。はい。わかりました。ということで、いよいよ、美容整形版が始まることになりましたんで、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。今日はありがとうございました。